自動車用エアクリーナーの一例エアクリーナーは空気を取り入れる機械において吸入する空気に含まれるゴミやホコリなどの異物を取り除き機械の機能や性能に支障をきたさないように取り付けられる装置または部品であるエアクリーナーはエンジンやエアコンディショナーをはじめ空気を取り込んで利用する機械に用いられる最も簡単な構造のものは空気取り入れ口や 吸気管の途上に格子状の保持部材でエアフィルターを保持するもので吸入抵抗を抑えるためにエアクリーナーボックスあるいはエアクリーナーケースと呼ばれる容器を設けて吸気管の断面積よりも大きな面積を持つエアフィルターを組み込む場合が多いエアクリーナーケースはエアフィルターを格納する容器である外気を取り入れる入り口とろ過された空気が 機械本体に向かう出口があるのが通常で、場合によっては外気と共に入り込んだ水分がたまらないように排出するドレンチューブを持つものもある。ケース内を流れる空気の流れを工夫してエアフィルターの集人能力を有効に利用する方法やエアフィルターのメンテナンスサイクルを長くする方法が取られる場合がある。自動車などのエンジン用ではサージタンクやレゾネーターとして働き、 吸気効率を高めたり吸気系で生じる騒音を抑えたりといった機能を兼ねるように設計されたものもある。エアフィルタは通過する空気の異物を捉えて除去するエアクリーナーの革新となる部品でエアクリーナーエレメントとも呼ばれる。材質にはロシア不織布のように繊維を不規則に絡めて成形したものや軟質ポリウレタンフォームなどの発泡プラスチックを成形したものが用いられ、 密度の異なる層を複数重ねた構造を取る場合もある。金属や樹脂の枠を一体化して交換やメンテナンスを容易にした構造を持つ場合もある。蛇腹状に折りたたんだり、円筒形状にしたりして、占有体積に対するろ過面積を大きく取る場合もある。ありがとうございます。